皆様こんにちは、フナイオンラインです。今回は今おすすめの補助金、助成金と新規事業、事業承継、DX、人材といったニーズ別に使いやすい補助金、助成金について教えていただきました。チャプターも設置していますので、気になるテーマからご覧ください。経営者におすすめの補助金、助成金について、佐藤グループの佐藤社会保険労務士法人佐藤助成金センターセンター長の平様と、佐藤助成金センター佐藤行政組織法人の八島様をゲストにお迎えして教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま す。では次に教えていただきたいんですけれども、中小企業が使いやすい助成金についてお教えていただいてもよろしいでしょうか。厚生労働省はどうしても雇用とか労働がテーマの制度になりますので、 GX とか DX とか、まあ、グリーン枠とか、そういう、まあ、脱炭素とか、そういったもののテーマとかちょっと離れたところにあります。なので賃金を引き上げるですとか、人を雇うとか、雇用を維持するとかっていうことに対して助成金制度がいろいろと組まれてますので、まあ、今実績のあるものをいくつかご紹介します。お願いします。はい、ではキャラプ助成金正社員化コースというもので、もうこれは制度としてはもうかなりできて、時間が経つものでして、まあ、かなりこう成熟しているなという気がします。もう前例もかなりありますので、まあ、こういうふうにしたら出る、こういうふうにしたら出ないっていうのがかなり明確に使いやすくなっている制度だというふうに思います。正社員じゃない方を6ヶ月以上雇って正社員にしますと。で、正社員になってから6ヶ月定着した場合に、支給申請をできるんですが、中小企業であれば57万円が、申請できるというものになります。で、ここは正社員になった際に 3% 以上の、昇給を求められてまして、企業にとってはここを 3% 上げるかどうかっていうところはこう判断するところにはなるんですが、まあ、今、国としては、まあ、最低賃金も大きく引き上げているところですので、まあ、最低賃金の引き上げ前に、昇給をうまく使って、助成金制度っていうのが、利用しやすいのかなというふうに思います。ただ、今年の10月に、ちょっと制度が変わりまして、もともと、使ってらっしゃる事業所様は、ちょっと注意をしなければいけないので、まあ、正社員であれば、昇給の時期を決めるですとか、まあ、賞与もしくは退職金制度をしっかりと適用させるとかですね。ちょっと厳しくなった部分もありますので、この10月1日以降の制度については、注意をして進めてていただければなというふうに思います。ただ、もともとちょっとこうかなり私たちが予想してたよりは、かなりハードルを低く設定してくれているので、まあ、10月1日以降も使えるところはまだたくさんあるかなと思いますので、まあ、アルバイトの方がいるとか、頑張ってるパートさんがいるとかっていう会社さんであれば、ぜひともこちらの利用を検討していただければというふうに思います。次が両立支援と助成金ということで、まあ、こちらも、非常に使いやすい制度です。まあ、これは女性の職員の方が、まあ、出産で、まあ、お仕事、まあ、育児休業を取った場合に使えるというものになります。ちょっとこう、ざっくりとした説明なんですが、まあ、ほぼそれだけで要件が満たされますので、まあ、途中でこう、いろいろなこう手順は必要になってくるんですけども、妊娠されましたと。で、出産されて育児休業に入りますと。ただ会社としては、こういうタイミングでこういう準備をしてくださいとか、従業員さんにこういう説明をしてあげてくださいっていうことを、ルールにのっとって説明をしていけば、金額的には28万5000円とかですね。決して大きいものではないんですが、企業にとってこう大きくこう負荷を求められているものじゃないので、非常に使いやすい制度になります。これあんまりこう、実は知らない方が多くて、育児休業取ってる方いるけど、今まで申請してなかったなっていうお客様が非常に多いので、私たちのも改めてこう見直している助成金制度になります。企業からしたら特にデメリットもなく、で、育休を取られる社員がいるのであれば申請するべき助成金ということですね。そうですね。プラスアルファはほとんどないので、この助成金を使わなくても育児休業っていうのは、こう、まあ、従業者にこう与えるものになりますよね。ですから、まあ、助成金を有効に使っていただければいいのかなというふうに思います。ありがとうございます、はい。こちらはですね、同じく両立支援と助成金というものになるんですが、これは男性が、まあ、育児休業を取れるんですね。で、男性が育児休業を取っても助成金として申請することができますので、こちらも、まあ、実は知らなかったという方が非常に多いです。20万とかですね、金額的にはそんなに大きくはないんですけども、まあ、今後会社の中でパートナーの方が出産されますと。で、育児休業を取りたいんだという方がもし出てきたときに、こういう制度がありますので、まあ、ぜひ使っていただければというふうに思います。これって最低何日以上とかあるんですか ?5 日以上なんですよね。5日以上でいただけるんですね。はい、なるほどですね。そうなんです。だからすごくこうハードル低いんですよね。確かにそうですね。産後
本当1ヶ月ちょっとお世話するという時とかに使えそうですね。そうですね。使える助成金としてはこれ最後なんですが、高齢者、50歳以上の方を高齢者ということで助成金上は呼んでるんですけど、先ほどのキャリアアップ助成金と似てる制度なんですが、正社員じゃない方を正社員に、有期契約を、無期雇用に転換しますと言っただけで使える制度になります。で、先ほどは 3% 以上の昇給とかですね、正社員であることっていうのが要件だったんですが、これは有期契約を無期雇用に転換するというだけで使える制度ですので、ハードルが低いんですね。なので、長く働きたいです。でもちょっと正社員じゃ、ちょっとまだ難しいかなとか、本人が正社員までは希望しないというような方がもしいらっしゃれば、一人当たり中小企業であれば48万円を申請することができますので、こちらも非常に使いやすい制度です。なので、先ほどのキャリアアップ助成金の正社員化コースと、こっちの65歳超雇用推進助成金を、どちらが使いやすいかなということで、天秤かけていただいて進めるといいかなというふうに思います。おすすめです。では続きまして、おすすめの補助金を教えていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。はい、承知いたしました。使いやすい補助金というところなんですけれども、やっぱりまずは事業再構築補助金かなと思います。やっぱ売上の減少のところが、ひとまずクリアして、なおかつ、新しい事業をこれから始めますよという形作れれば、申請自体も持っていけるというところになりますし、去年はもう新築物件、完全に OK というところ。で、今年に関しては、原則不可ですけれども、回収費 OK ですよというところで、結構経産省系の補助金で、建物費 OK になるものって今まで、私が知っている中ではなくてですね、そういったところでも新しく事業を始めにあたって、非常に使いやすい。かつ、金額が高額、6000万とか通常額でも8000万円とかいきますし、そういった意味では非常に使いやすかったのかなと思います。確かに最初に、そうですね。初期投資として回収とかがかかってくるので、そのあたり補助金で補うことができれば、すごい魅力的ですね。そうですね。建物費だけでも1億なんていうのは結構ありますし、回収費でも2000万とか、3000万とか、ね、なってきたりするので、そこの部分が補助してもらえるっていうのは非常に良かったのかなと思います。ただ来年もやるんですけれども、結構もうやっちゃったよっていう方も多いのかなというふうに思います。そこでまた新しい枠、今年もそうなんですけど、グリーン枠、グリーン成長枠ですね。こっちと採択されたところもう一回チャレンジが、採択されることができる、もうお代わりできるような形になっていて、で、来年から通常枠、今まであったのがなくなって、今度成長枠っていうふうに変わるんですよね。で、要件がまた変わって、その市場分野が成長している、10% 成長する以上、成長する分野に進出する場合に出しますよっていうような。形になっていたりとか、もともと売上減少がコロナを起点としてというのがあったんですけれども、そこに関しても来年のこの起算点が変更する可能性もあるので、今までそこに引っかかっていた人たちが、この要件が変わることによって新たに申請できるというようなところも出てくるのではなかろうかなというふうには思っております。で、二つ目ですね、IDU の補助金になります。これは圧倒的にお勧めといいますか、何かといえば採択率がすごい高かったですね。もう 80% を超えている枠がありまして、会計18兆決済 EC とかっていう機能を、持ったシステムっていうのを導入する際に、使える枠がございまして、こちらがもうずっと年間8割超えているような採択率、残りの2割はどうして落ちてしまったのかなちょっと気になるぐらいな感じではあるんですけれども、これも来年も継続してやっていくような形になります。今後そういったものも、インボイスとかも始まる予定ではありますので、こういったものに対応したシステム導入したいなという方は、ぜひ活用されるといいのかなというふうにも思っております。確かにインボイス制度もですし、電子帳簿保存法に関しても、クラウド会計とか導入していく企業増えていると思うので、そういうのでも使えるんですもんね。そうですね。うん、そういったところでどんどん活用していただきたいなというふうに思います。あと最後にですけれども、先ほどもちょっと軽く説明しました、輸出関係の新規輸出中小企業1万社支援プログラムです。これもちょっと注目はしておりますけれども、結構輸出しましょうって言われても、どうやってというふうに思われる方も多いんじゃないかなというふうに思います。で、別の補助金なんですけれども、ジャパンブランド育成支援事業というのがありまして、そっちの方はこう支援パートナーという制度があって、そういったその輸出を支援してくれるような事業者さんたちがいろいろ登録してるんですけれども、そういった方と提携して補助事業を進めていきましょうっていうようなやり方してるんですよね。
なんでそういった、まあ、そういったノウハウを持っているところとか、支援パートナーの形で、まあ、いろいろ教えてもらいながら、まあ、一緒にやりながら、まあ、補助事業を進めていくっていう形になるのかな、どうなのかな。中小企業の方で急に質って言われてもちょっと困るなっていうのが多いかなとは思うので、まあ、そういった支援を受けながら、まあ、進めていくような形かなと思いますし、あと1万社っていうところでも予算から考えても、まあ、1社あたりじゃあいくらなんだろうと思うと、100万円とかぐらいなのかなと、金額としてはそんなに大きくはないとは思うんですけれども、まあ、足がかりとしては十分期待できるのかなというふうには思っております。確かに、予算として低めでも、対象としては広く取ってそうですもんね。そうですね。幅広く支援していくような形になるかなというふうには思います。はい、うん、続きまして、今まではおすすめの使いやすい助成金について教えていただいたんですけれども、続いてはニーズ別ですね。経営者のニーズ別に使いやすい補助金、助成金についてお伺いできればと思います。まずは新規事業ですね。こちらもすでに教えていただいたところもあると思うんですけれども、再度教えていただきたいと思います。まず新規事業におすすめの補助金、こちらいかがでしょうか。やっぱり事業再構築補助金というような形にはなってしまうかなと思います。まあ、事業の多角化っていうようなところでやっぱり使われるのが一番こうしっくりはまってくるのかなというふうにも思いますので、こういったものをうまく活用しながら、事業を拡大していただければというふうに思います。ありがとうございます。助成金はいかがでしょうか、新規事業に関して。新規事業はですね、助成金の方はもうほとんど制度が今組まれていないので、何かこう事業を起こしたいとか、新たにこう業種にチャレンジしたいとかっていうものについては、こうストレートに使える制度って今なくなっちゃったんですね。もう10年ぐらい前にですね、ものすごく制度がたくさんありまして、まあ、むしろそちらの方が手厚かったんですけど、ほとんどこう雇用の維持につながらなかったので、まあ国もやっぱり、まあ補助金の方にもそのあたりも全部渡してしまったので、こちらも完全に、今先ほどご説明した人を採用するとか、そっちの方のに予算をつけましたので、まあ新規にはないです。ただ、こう拡大解釈をすると、こちらの制度になるんですけど、厚労省系の助成金で、まあ、どうしてもこう人を雇うっていうことがテーマになりますので、例えば母子家庭のお母さんを雇うと、ハローワークを通して雇うと、助成金がついてくるんですけど、今回その上乗せの新しい制度ができたんですね。デジタルグリーン分野及びこれに関連する分野に業、まあ、それらの業務に従事させる事業主さんが、ハローワークを通して、まあ、高齢者とか母子家庭のお母さんとか、などを雇った場合に、今までの、制度の上乗せとして、1.5 倍の制度として申請することができるというものができてますね。で、これが、まあ今言ってる国が掲げてる、まあ、DX とか、まあ、カーボンニュートラルとかですね、そちらの方の取り組みをすることによって、まあそれらの業務として、担当させる職員を新たに雇いますといったものに使える制度になりますので、まあ補助金なんかをうまく使いながら、こういった方も新たに雇おうかなということであれば、こちらの制度もご利用いただければなというふうに思います。ちょっと新規、創業というとはちょっとずれるんですが、まあ、制度としてご紹介させていただきます。ありがとうございます。はい、先ほどおっしゃってた通り、助成金は雇用とかのところに振ってるということで、新規事業とかはまあ補助金にお任せしているということだったんですけれども、こちらを使うと、まあ、DX と人材雇用、どちらにも活かせるかもしれないということですね。はい、はい、ありがとうございます。では続きまして、事業承継というニーズにはどのような補助金、助成金がおすすめなのか教えていただいてもよろしいでしょうか。まず補助金からお願いいたします。はい。まあ、その名前の通りといいますか、そのままなんですが、事業承継、引き継ぎ補助金というのがございます。仲介 FA とか、まあ、専門家活用したときに使える枠と、まあ、その承継後の設備投資というようなところで、まあ、専門家活用事業と計画新事業と2つ枠があります。まあ、同時併用することもできるんですけど、もう特色としては両方600万円、まあ、買い手、売り手両方申請できます。で、まあ、行政書士に払った、例えばその申請の変更とか、まあ、司法書士でもいいですし、そういった専門家の対する費用が補助対象経費になっているというところで、ちょっとこれまた特色のある補助金なのではなかろうかなというふうに思います。まあ、組織再編した後、その時ですね、に使うようなものになっています。で、計画新事業は、例えばそのまあ、引き継ぎとかあったときに設備を新しく導入しよう、計画新しようっていうときに使えるような補助金になっていて、こちらも600万円、プラス賃上げすると最大で800万円というような枠になっています。申請数字では全体的にそんなに多くはないんですけれども、採択率も大体半分ぐらいですね。
返金して。なんですけど、まあ結構額もそれなりのものになっておりますので、まあこういった機会があれば積極的に活用していただければというふうに思います。ありがとうございます。助成金はいかがでしょうか？どうしてもこう、人を雇ってくださいということになりますから、事業承継した際に新たに雇った方をキャリアアップ助成金を使ってうまく正社員化するとか、そういった形でちょっと工夫していただくしかないかなというふうに思います。ありがとうございます。続きまして DX ですね。DX で使える補助金、助成金、こちらありましたら教えていただきたいと思います。まず補助金の方よろしくお願いいたします。はい。もうその名の通り、IT 導入補助金が一番使いやすいんでなかろうかなと思います。先ほどの特別枠ですね。の方だと最大で350万円。になっています。で、プラスして、またこれも変わってるところなんですけれども、ハード面ですね。パソコン、タブレットとかっていう部分が補助対象にできるものって結構またこれも珍しくて、自治体のとかで、テレワーク関係の補助制度だと、パソコンも OK ですよっていうのがあるんですけれども、他の補助金だと基本的に全部対象外なんですよね。そういったものも補助対象に、ハード面も補助しつつ、システムも導入っていうところで合わせて、DX 化していくっていうような形になるかなと思います。あともう一つですね。で、ものづくり補助金にこうデジタル枠っていうのがあります。これも DX 化にしていくような取り組みですね。そういったものを生産プロセスとか、サービスの改善というような形で、持っていくと、最大で、1250万円、プラス大幅に賃上げすると1000万円で、2250万円。来年ですね。っていうのが、補助対象という形になるものになっています。ありがとうございます。結構大きな額の補助金が出るかもしれないということですね。そうですね。ありがとうございます。助成金はいかがですか？はい。DX になると、こちらの2つの制度になると思います。働き方推進支援助成金と、もう一つですね。先ほどご紹介した業務改善助成金ですね。これは、何かこうシステムとか DX を入れて、それに対する費用が助成金として降りてくるものですから、会社としてそこを積極的に取り組んでいこうと。で、さらに賃金を引き上げるとか、ここですと時間外労働を上限を引き下げるといった、プラスアルファの取り組みをした上で使える制度になりますので、もし会社として先ほどの IT 導入補助金じゃなくて、こっちの賃上げもたまたまやろうと思ってたかとかですね、サブロ協定をちょっといじろうと思ってたということであれば、こちらの制度もぜひ検討していただければというふうに思います。ありがとうございます。はい、最後、ニーズ別として最後ですね、人材系に関してはいかがでしょうか？まず補助金の方からお願いできればと思います。人材系になると補助金に関してはほとんど人件費関係が対象外という形になっていきますので、これに関しては特段ちょっとご紹介できるものはないのかなというふうに思います。かしこまりました。では人材系でおすすめの助成金をお願いいたします。人材系はもうこちらになると思いますね。人を採用するということで、なかなか就職が実現しにくい方をハローワークを通して雇った場合に、助成金がついてきますので、なかなか今、人材が採用できない時代に入ってますので、こういった制度を使いながらうまく人材を確保していただければと。いうふうに思います。非常にこう上手に使ってらっしゃる企業様は、うまくこうハローワークの求人なんかを使いながら、積極的に60歳ですとか65歳以上の方を採用したりですとか、障害手帳をお持ちの方を採用したりということで、非常にこう上手に採用されてらっしゃいますので、一つちょっとこうヒントになればなというふうに思います。人材としては少しちょっと広くなるんですが、雇用調整助成金に関しては3月で、特例期間ということで終わります。4月以降は通常の制度に戻りますので、休業しなければいけないという会社さんであってもなかなか使いにくいと思います。制度がなくなるわけではないんですが、非常にこう難易度の高い制度に戻りますので、なかなか使いにくいと思います。じゃあその以降をどうするかとなると、やはりそのどうしてもこう雇用維持できないっていうお客様、企業は増えてくるというふうに予想されてますので、その時には、産業雇用安定助成金ということで、これ出向を使って雇用維持しましょうと。労働移動を図っていきましょうというものになりますので、実は国の方では、こちらの方では大きめに予算を取ってますので、解雇するんじゃなくて出向を使って労働移動をさせていきましょうということで今考えてますので、引き受ける、もしくは出向に出す、両面で考えていただいて、人材の調達ですとか、雇用の維持なんかに考えていただければなというふうに思います。人材は、労働省の方は、研修とかですね、そちらの方も、受けると助成金に該当しやすいですので、例えば20時間以上の
カリキュラムで、取り組んでいただくとか、一定要件であれば、満たしていれば10時間以上で助成金の対象になりますので、まあ、そちらも今回コロナ禍において、もともとはこう対面で必ずやらなきゃいけないというのがほとんどだったんですが、こちらもかなり緩和してますので、検討して、まあ、上手に使っていただければというふうに思います。以上です。ありがとうございます。今回補助金、助成金に関する最新情報とおすすめの助成金、補助金について教えていただきました。補助金や助成金に関して何か自社で捕まえるものがないかなとお考えの経営者は多いかと思います。今回のお話を受けて、新たな事業ですとか、雇用に助成金、補助金を活用しようというふうに前向きに受け止めてもらえればと思います。またですね、補助金、助成金の申請には、まあ、必要な書類ですとか資料なども多くて、まあ、自分で申請を行うのはとても大変かと思っております。ですから、専門家に依頼して進めることをお勧めしております。佐藤グループ様では、補助金、助成金に関して、どちらの申請にも全国対応されていらっしゃいます。はい、全国対応されていらっしゃいますので、一度詳細をお聞きになりたいとか、ご相談したいなという方は、概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧いただければと思います。平様、吉間様、本日は貴重なお話、ありがとうございました。ありがとうございました。新しい枠ができたと。助成金が使いやすい状況かと思います。こちらの補助額が、マックスで5億円。賃上げを大きくこう旗を振っているところなので、新しくエントリー枠、要件緩和枠、これで今まで使いづらかったよっていうところの救済っていうのも行われてくるかなと。国としてかなり推進しているので、最新情報ということでお伝えします。こちらのチャンネルでは、内流経営法をベースに、企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。